おはようございます。2013年2月14日木曜日6時5分になりました。おはようございます。今日は寒さが少しマシというか、日中はそれほど風がないみたいなので、でまた天気は関西の方とか天気が良くなってくるみたいなので、それほど寒くはないのかなという、久々の、普段の冬っていうのも変ですけども、そんな感じみたいです。で、今日はですね、2月14日バレンタインデーということで、1年を通して一番チョコの売れる時というね、この本当マーケティングの大成功という、もうすごいなと思いますね。もう本当これはうまいことやりましたねって感じですよね。で、そのチョコに限らずスイーツ業界やらなんやら、もうとにかくいろんなところが便乗していろんなものをこの一気に売れるというね、そのすごいマーケティングの勝利という感じです。でちなみにチョコを送るなんていうのは世界中日本だけなんで、海外ではですねバレンタインデーっていうのはあるんですけども、ただこれは単純に好きな人に、告白する日っていうだけであって、別にそのチョコを送るとかそういうのは何もないですし、でアメリカとか行くとですね、この時期はやたら花束が売れて、その花束を好きな人に送るという、その旦那さんはもう花束この時期は絶対買って帰るというね、そんな日になってます。さて、ですね、そんな話よりも IT メディアニュースから今日はピックアップしていきたいと思います。もうあちこちのニュースとかでも、もう取り上げられているネタではありますが、ネタというかニュースですが、こちら、ネット選挙運動、なりすましに公民権停止罰則も自公最終案ということで、いよいよ、ネット選挙運動解禁になるかということで、ついに案も固まってですね、あとは国会で、可決されれば、この夏からも施行されるということで、夏の衆院選では、ネット選挙運動がすごい活発になるんじゃないかなというところですね。で、ようやくここまで来たかという感じなんですけども、で、この面白いなと、面白いというか思ったのは、その、電子メールとかね、その辺もその多少こう制限を、要はつけて、第三者のメール利用解禁は見送ったっていう、このあたりもなんか、でも見送ったっつったって、使ってしまいますよね、そんなの。第三者の誹謗中傷どうのこうのっつったって、そんなの普通の人いっぱいいるし、で送信メールアドレスの、その、匿名のメールアドレスとかいろんなものが存在するので、その中でこうどうするかってこう具体性が全然ないなという感じはします。とはいえそんなのあってもなくても、今まででもネット上ではいろいろあったのは、第三者が書くのは書いたりとかするのは止めようがないので、これはあんまり現実的ではないと思います。でそれよりもこのなりすましですね、これに対しては結構かなり厳しい罰則があって、罰金30万以下で、懲役禁錮1年とかね以下とか、そういうのがあって、公民権停止、要は投票できなくなるとか、立候補できなくなるとか、そんなようなことをなりすましに対しては行うと。これもその微妙なところは、大問題になっている、その今ようやく容疑者が捕まりましたけども、なりすましの事件ですよね。なりすましというか
遠隔操作で、全く赤の他人がそのパソコン操作されて投稿したりとかすると、でそうするとそれと同じようなことが起きる可能性というか、まあいろいろ多分出てくると思うんですよね。でそういったことをどうやってこう具体的に調査するのか、まあこれはだからその辺を考えるとあくまでもこうふざけてやるとか遊びでやるようなやつを歯止めをかけるというレベルのこれはものかなという気がします。実際その本当にその犯人を捕まえれるかどうかとかいうと、そのなりすましで、ものすごいその甚大な被害を受けたとかそういうなんでない限りなかなかねそう簡単にはいかないだろうなという気がします。でそれとその難しいのはなりすましって言われても、例えば立国者と同姓同名の人なんてまあいっぱいいるわけであって、でよっぽど変わった名前でない限りそういう人って少ないわけですね。でそれにその選挙までにそういうそのツイッターだのフェイスブックだのアカウントを取っていればそれでなりすましとか言われたって、そもそも自分の名前で登録してるだけであって、でねその人がその政治的な発言をしたりとかなんだかんだしてたりするとそれを攻撃されてもまた困るわけですよね。だから具体的にその考えるとあんまりこれも現実的ではないのかなと、まあ、とりあえずはその遊び半分であったりふざけ半分であったり、まあ特にその未成年ですね、その公民限定し何度かんだと言ってもじゃあ未成年がやった場合はあんまり関係ない話ですね。そもそもそんな権利ないわけであって、でなんかそのあたりもちょっとなんか抜けだらけの決め事かなという気がしてます。まあ多分そのとりあえずそのやりましたよ的にやっとかないと、それよりもその利便性というかですね、やっぱりそのネットでいろんな人がいろんな情報をやり取りできると、選挙のことにみんなが関心を持つというところの方がでかいので、まあ一応そこでこう罰則規定を作りつつこう広げるっていうことがメインでこれは考えられてるんだろうなという気がします。なのでこの夏はですねどういう風なネット選挙運動が出てくるのかちょっとね楽しみな気もしますし、いろいろみんなが関心持って、それで最終的に投票率が上がるということが重要なのであってそれにつながるかどうか、注目したいなと思います。さて、そんなところでもう6時13分になりました。今日はまあそれほど寒くないような感じとか、まあ普通の冬って変な言い方ですけども、なのでまあ今日はちょっと過ごしやすい日になるのかなという気がします。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。